では続いてこの時間はゲストをお迎えしております。本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード9466株式会社アイドママーケティングコミュニケーション代表取締役の海老谷隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは社長、最初に概要とかですね、業務内容からどうぞよろしくお願いいたします。はい、私どもアイドママーケティングコミュニケーションはスーパーマーケット、あるいはドラッグストア、チェーンストアの販売促進を統合的にサポートする、マーケティング会社でございます。はい、ビジネス資料もいただきましたので資料に沿ってですね、ご説明を今概要が出ましたが次にですね、事業環境かと思いますが、その次のページですね。はい、まあ、今ほど、申し上げたようにあの当社はスーパーマーケットの販売促進を支援を行っております。はい、我々のクライアントのスーパーマーケットの業界もですね、非常にまあ近年少子化の問題あるいは異業態との競争例えばコンビニエンス、いうようなあの競争の結果の中でなかなかやっぱり新規の出店というのは、難しい、既存証券で、当然のことながらシェア争いと、いう時代に入ってきております。ですからあのスーパーマーケットの組織の中に販売促進部は存在するんですけど、なかなかその消費者の買い場目線といいますかそのマーケティングの部分というのが、比較的チェーンストアの場合欠けている機能でございまして、私どもの長年スーパーマーケット様とですね、そういう時代の流れのニーズに、一つ一つサービスを付け加えてまいりまして、創業からもう三十数年経つんですが、そこでスーパーマーケットの、必要とするサポートを全面的に統合的にできると、いうような業態を作り上げてきたと、そういった会社でございます。なるほど。あとビジネスモデルの全体像というチャートをいただきましたので、ちょっとこれについてもお説明を、お願いいたします。まず我々の一番最初のスタートはですね、MD マーチャンダイジング、仮説を立てるわけです。ということは、消費者のニーズそれからスーパーマーケットの持っているポスデータを含めたビッグデータを分析し、それからいろんな流行流行り そのトレンド、あるわけなんですが、そういったものを当社のマーケティングチームが、リサーチして、それで仮説立てるわけです。消費者目線でこの週にはこういったものの売り方、こういう商品とこういう商品の組み合わせが、併売商品を、多数作ると、そういうような企画をですね、これをスーパーマーケットの商品部のバイヤー会議に、仮説論として提案するんです。そこで、プロのスーパーマーケットの、各バイヤー様たちと、どういう売り方を消費者に提供していくかと、いうことを厳厳格格やりまして、そういう、マーケティングの提案から、それが決定されれば具体的なプロモーションにつなげていくと、そういった意味で一気通貫のサービスを提供していくと、いう会社でございます。なるほど。で次に、業績の動向ですね、現在の動向それから今後の見通しについてもお話をいただければと思います。ご覧のようにあの順調に売上は伸ばしてきております。今期も、71億という売上を達成しまして、経常利益的にも、これ前年対比 11.5% ですかな、7億7千ぐらいまでの、7億2千ですか、失礼いたしました、を達成する見込みでございます。なるほど。今後の成長性といいますと、イメージで成長率というのはどんな感じでイメージされておりますか。当社がターゲットとしているそのスーパーマーケットですとかドラッグ業界の、シェアでいったらまだ 6.7% ぐらいなんですよ。伸びしろはいくらでもあるという、ですから、この上場を機に、全国、北海道から沖縄までまだまだ我々がターゲットとする小売業は、大変多くございますので、十二分に成長していく拡張余地はあるというふうに考えております。次にですね、社長からご覧になってですね、御社の強みというのはどんなふうにお考えになっていますでしょうか。今ほどお話ししたようにですね、一つはスーパーマーケットの当社のメインのクライアントと、
まあ、やっぱり20年ぐらいかけまして、さまざまな時代にかなうサービスを一つずつ作ってきたわけなんです、うん。まあ、一時は出店すれれば売れるっていう時代ありました、はい。しかしなかなか既存店の売り上げ確保が難しい段階におきましては、うん、当然そのマーケティングっていうものが必要になってまいります。それはすなわち消費者の方々が何を求めているか、まあ、それをリサーチする、そういった能力が必要になってまいりますですね。それから、まあ、情緒的なものばかりじゃなくて、まあ、膨大なポスデータを、各仕様に基づいて分析いたします。そういった企画案が固まってから、今度その消費者の方に適切に伝える、やっぱりデザイン表現、クリエイティブワーク、まあ、そういったものも当社はですね、一つも外部スタッフに頼ることなく、すべからずのサービスを社内で、そういったまあ人材を、要するというのが強みだと思います。なるほど、はい。あとスライドにですね、データ分析の関連のですね、仕組み等のご説明もいただいているんですが、はい、こちらにつきましてもちょっと一旦ご説明いただきます、ビッグデータ分析でございますか。はい、はい、そうです、はい。まあ、これは独自にアイドマイビッグデータのプラットフォーム、システムを開発いたしました。それで、まあ、基本になるのはクライアントからいただく、ポスデータでございます。それから、まあ、構造化したデータ、それから、まあ、競合店のですね、まあ、プライス動向だったり、そういった競合店の、データも調査します。それからさまざまなオープンデータもあります。まあ、そういったものから、まあ、エモーショナルデータと言っておりますけれど、はい、独自に消費者の方々から、まあ、ご意見聞くというようなネットリサーチのシステムも有しております。まあ、ですからこのようなさまざまなデータの数字をですね、数字はあくまで数字でございますので、はい、まあ、当社 の、 そのマーケティングチームがここから消費者のトレンドをどう読み取るか、まあ、その解析力といいますか、そこが肝心なところで、そこは大変優秀なスタッフを有しとると高く思っております。まあ、こうしてみますとクライアントのところにですね、かなり食い込んでそのクライアントの一部となってやらなきゃいけないような感じの業務もありますよね。はいはい。まあ、ですから、はい、当社のクライアントと の、 その関わり合いにつきましてはですね、はい、まあ、当社 の、 その企画できるプランナースタッフが、これはほとんどクライアントの本社の中に、常勤してるんです。なるほど、はい。まあ、ですからよりクライアントとその価値観を共有できて、まあ、我が社のスタッフはクライアントの社員以上に、まあ、いかに集客を図っていかに売っていくかというところをクライアントの現場で、汗を流していると。なるほど。そういう構図でございます。そこが強みになっているということですよね。はい。ですから、まあ、スーパーマーケット の、 その、まあ、プロモーションの、はい、まあ、長年キャリアを積むことによっていわゆる、まあ、プロフェッショナルという人材を、はい、そういう人たちを多く抱えているところが、はい、まあ、強みにもなるということですよね。はい。それから次にですね、今後ですね、今後のビジネス展開についてということでちょっとお話をいただければと思いますが、はい、私どもは各地方地方の、まあ、一番点をそのクライアント開発していきたいと、まあ、いうことで日々頑張っているわけでございます。まあ、ですから北海道から沖縄に至るまで、地域地盤店の仕事を やることによって、まあ、入るそのデータですね、うん、そういったものがその地方の一つの食文化のデータ、これがどんどん溜まっていっているわけです。うん。まあ、その中で、我々は、ぜひぜひ小売業だけじゃなくて、将来的な食品メーカーのその大きな広告市場に、消費者のニーズを捉えたというベースを持った上でですね、チャレンジしていくというのが、この後の、展望でございます。なるほど。まあ、そうなりますと、まあ、上場というのはかなり大きな力になる可能性がありますよね。はい。まあ、マーケットは本当に全国で、はい、これから営業活動していきますので、まあ、その上場期にまあ、知名度の問題、信用度の問題、うん、まあ、ベースになってくるんじゃないかと私も期待しております。なるほど。それから最後になりましたが、はい、まあ、全国のですね、投資家の皆さんにですね、はい、社長さんからですね、はい、メッセージをお願いいたします。まあ、私ども今説明したように比較的スーパーマーケットですとかドラッグストアですとか、まあ、特殊の業態のニーズに合わせた、まあ、得意に作ってきた業態でございまして、
まあ、なかなか市場にご理解していただくには、まあ、それなり の、 時間もかかるかと思います。だけど、まあ、しっかりと、業績を確保しながらですね、まあ、幅広いご支持いただけるように頑張っていく所存でございます。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、そしてこれからこの後鐘を鳴らされる、はい、ということですけども、ね、どういったお気持ちですか。あ、まあ、そうですね、準備して数年間かかってますので、はい、まあ、ここが一つの区切りで新たなスタートだと、うん、まあ、いうことでファイトを持ってやっていきたいと思っております、はい、まずはマザーズということですけれども、はい、その後の展開についてお考えはございますか。はい、まあ、当然のことながら早い段階でというふうに頑張っていきます、うん、はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。